にょ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 、ブロッコリー。ではそなたは私のことよりもそのもののことよりも任務に精を出すということか？うん、そうか、確かに正論だ。いや、なんでもない。そなたの気持ちはよくわかった。伝えてくれたことを嬉しく思うぞ、タクト。それでは白き月の封印を解くことにしよう。すまんが席を外してくれ。そうだな、そなたには説明してもよいだろう。これはシャトヤーン様から伺った話だが、この封印を解く方法とは知っていれば誰にでも使えるというわけではないのだ。2つの条件があるそうだ。まずはそのものが女性であること。もう一つは月の聖母シャトヤーン様並みの修行を積んでいることだ。そうだ、白き月にいる間、私はシャトヤーン様のもとで修行を積んでいた。そもそも月の聖母には誰もがなれるわけではない。ある資質が必要なのだそうだ。私にはその資質があったらしい。そのことにお気づきになられたシャトヤーン様が私を指導してくださったのだ。そして月の聖母だけが使える荷技の一部をも教わった。さあ、そこまではわからんが、いずれにせよ次期皇后となる私が月の聖母になるわけにもいくまい。だが私が女であることも捨てたものではないな。こうしてシャトヤーン様にご恩返しができるのだから。そうだな、シャトヤーン様に再会できたら私は自分の出自についてお聞きしてみるつもりだ。今ならば真実を受け入れられると思う。この旅を経験した今ならば。話が長くなったな。封印の解除を始めよう。終わったぞ。これで封印は解けたはずだ。私も行こう。シャトヤーン様には真っ先にご挨拶したい。さっきの船全体が光ったのがそれなのか。一体何事かと思ったぞ。エルシオールには何ら問題ない。ともかくもう一度連絡を取ってみるがいい。了解しました。白き月、応答願います。こちらエルシオール、応答願います。返事が来るかな。白き月より応答ありました。返線つなぎます。エルシオールの皆さん、よく無事に戻ってきてくれました。シャトヤー様、シャトヤー様、ご無事で何よりです。あなたたちも変わりないようですね。安心しました。ああ、驚いたな。タクト・マイヤーズ、それではあなたがルフト准将のおっしゃっていたふさわしきものなのですね。ここまでエルシオールとエンジェル隊を率いてよく戦ってくれました。あなたには感謝の言葉もありません。おいタクト、お前いつもと態度が違わなくねえか？シャトヤーン様、シヴァ王子、よくぞご無事で。シャトヤーン様こそご無事で何よりです。遠く離れていてもいつもシャトヤーン様の無事を祈っておりました。私もですよ、シヴァ王子。ともかく白き月へお入りなさい。積もる話はそれからにいたしましょう。勝手に浮かれてろ。ここアルモ、入港準備だ。了解しました。クールダラス副司令。了解ですやっと帰ってこれたんだわ。何そわそわしてんのよ。あんたでも緊張することなんてあったのね。もうタクトさんったら顔がにやけてますよ。失礼しちゃうな。隣にこんなに可愛い女の子もいるのに。全然嬉しくないです。そなたたち、静かにせんか。なんだかお話が弾んでいるようですね。お邪魔だったかしら。シャトヤン様、お会いしとうございました。シヴァ王子、本当によく帰ってきてくれました。はいなんだか母親に甘える子供みたいですね。エンジェル隊の皆さん、それにマイヤーズ司令、今までシヴァ王子をよく守ってくださいました。心からお礼を言います。いえ、タクトさんのお力があってこそです。正直最初はどうなるかと思いましたけどね。シャトヤーン様もご無事で何よりです。ですが私たちが戻ってきたのは再会を喜ぶためではありません。そうではないかと思っていました。まだエオニアとの戦いは終わっていないのですね。はい、我々はエオニア軍に勝つための方法を求めてここまで引き返してまいったのです。わかりました。お話を伺いましょう。そうでしたか。紋章記とエルシオールの隠された力が。その武器は白き月中心部の兵器工場らしき場所にあると見られていますわ。ですが本当に白き月にそんな場所があるのでしょうか。それとできれば紋章記の秘められた力のことも教えていただけると嬉しいんですけど。わかりました。あなた方には真実を知る資格があるでしょう。紋章記の秘められた力とエルシオールの武器については私に心当たりがあります。そして白き月にあなた方のおっしゃるような場所があることも事実です。今からそこへ案内しましょう。エルシオールと紋章記も今からそこへ運ばせましょう。私についてきてください。広い。地表近くにある研究施設や工場とは比べ物にならないわ。エルシオールや紋章記ももう到着してるね。どこをどう通ってきたのやら。おいタクト、これどうなってるんだ。宇宙港で整備をしていたらいきなりこんな場所に運ばれてきちまったぞ。ここは何なんだ。ここは月の巫女たちにも立ち入りを禁じていた場所、白き月の中心部です。そしてこの自動工場プラントこそが白き月の本質を表しています。そう、ここから全ては始まったのです。それをお話しするためには長い歴史の流れを紐解かなければなりません。今からおよそ600年前、クロノクエイクによってそれまでの文明が崩壊したことはご存知ですね。その状況下でトランスバール本線に現れたこの白き月がロストテクノロジーの恵みをもたらし、文明の復興が始まったと聞いています。おそらく現在の広告の半島よりはるか彼方、気が遠くなるほどの長い距離を移動してきたものと考えられています。どうやって移動してきたのか、そもそもなぜ移動が始まったのかについては未だ謎に包まれています。いずれにせよトランスバール星系の人々は流れ着いた白き月を調査し、その中に眠るロストテクノロジーとその生産工場を発見しました。それがこの大きな工場なんですね。そうです。紋章記やエルシオールもここで発見されたものです。その後、白き月は人類に多くの恵みをもたらしました。失われた技術がよみがえり、人は再び星の海を渡り豊かな文化を取り戻すことができたのです。そうやって今のトランスバール公国が発展していったんですよね。今となってはその答えを知る者はいません。確かに言えることは2つだけ。一つは白き月を発見した人々がやがて自らの手でこの自動工場プラントを閉鎖したことです。それはロストテクノロジーを平和の維持と繁栄のために使う決断をしたことを意味します。このプラントが必要となる日は永久に来ないと思っていましたが、シャトヤン様、確かなことはもう一つあるとおっしゃいましたわよね。その確かなこととは、まさか。ええ、あなたの考えている通りです。白き月と黒き月は、対になる存在として作られたものに違いありません。あの黒き月や紋章旗に似た敵の機体を見た時からもしやとは思っていましたが、そんな白き月と黒き月が対になるものだなんて。2つの月がなぜ作られたのか、なぜこのトランスバール広告に姿を現したのか、それは私にも分かりません。黒き月はこうしている今も白き月を追い求めている、そんな気がします。私には感じられるのです。それは激しい愛と憎しみとが入り混じった混沌にした一途な思い。そう、まるでエオニアが広告に対して抱いている思いそのもののように。今から5年、エオニアは広告を追われ辺境へと流されました。その理由は明らかにされていません。白き月のロストテクノロジーに異常なまでの関心を示したことも理由の一つなのではないかと聞き及んでいます。そのエオニアが黒き月を率いて白き月を手に入れようとしている、あるいは今回の出来事はその時からすでに定められていたことなのかもしれません。それだけは何としても避けないとね。黒き月を手に入れただけであれだけ極悪なことをしでかすようなやつだものですが、こうしている間にも黒き月は着々とこちらに近づいてきていますわ。はい、こちらブリッジ。今その計算をしていたところです。これまでの観測結果によると、明日の一蓋丸々前後と推測されます。気にしても始まらないわ。私たちだけでも派手にやっつけてやるわよ。私たちにできる最善のことをするのみです。私もできる限りのことをさせてもらいます。まずは紋章旗の本来の能力を最大限に引き出せるよう調整しましょう。そんなことできるんですか？さすがシャトヤー様。あの翼が生えた時の紋章旗ならエオニア軍も目じゃないよ。そしてエルシオールにはクロノブレイクキャノンの搭載を行います。そうです、正確には発見された当時のエルシオールに搭載されていたものを元に戻すのですね。その力はあまりにも強大すぎたからです。ロストテクノロジーは使い方を誤れば恐ろしい災厄を招きます。それはあなた方はその目で見てきたでしょう。当時の研究者はあまりに強大な力を不要と考え、クロノブレイクキャノンを外したのです。ちょうどこの工場プラントを閉鎖したように、紋章機の能力に制限を設けたのも同じ理由です。本当に必要となる時までその力を使うことはないように。いいえ、そんな力など使う必要もない、平和な未来が来ることを願って。分かっています。その思いを大切にしてください。あなた方がその思いを胸にして戦う限り、ロストテクノロジーは使い手の気持ちに応えてくれるでしょう。ではこれから自動工場プラントを起動します。作業は明日の朝には完了するでしょう。さあ明日に備えてもうおやすみなさい。勝敗の行方はあなた方にかかっているのですから。シャトヤーン様、少しお時間をいただいてもよろしいでしょうか。何でしょう。あなた様にお聞きしたいことがあります。私のことについて。それと、このタクト・マイヤーズも同席させてよいでしょうか。マイヤーズ司令王ですか？はい。私がシャトヤーン様にお聞きしたいこと。それは、この者にも知る資格があります。タクト、来てくれるか？そなたには、ぜひ聞いてほしいのだ。私のすべてを。わかりました。では、場所を変えましょう。お二人ともこちらへ。ここならば誰かに聞かれる心配もありません。お話を伺いましょう。シャトヤーン様、私がお聞きしたいのは私の出生にまつわる真実です。やはりそうでしたか。マイヤーズ司令もこのことを。このタクトには私が知る限りのことを打ち明けました。信頼のおける人物であることは私が保証します。ですからどうか真実をお聞かせください。シヴァ、あなたは良い人と巡り会えたようですね。え？マイヤーズ司令の目を見ればわかります。彼があなたの言葉を全て信じてくださったということが。マイヤーズ司令、あなたは一人の人間としてシヴァと接してくださっている。それは私にとってもこの上ない喜びです。ありがとうございます。いや、タクト、私からも改めて礼を言わせてもらう。私がここまで来られたのはそなたのおかげだ。マイヤーズ司令と出会えた、そのことだけでもあなたを外の世界に送り出した甲斐がありました。サトヤーン様、それはどういう？今こそあなたにすべてをお話ししましょう。ただ、それは決して心地よい真実ではありません。知らなければよかったと後悔するかも。それでもいいですか？はい。どんなに辛い事実だろうと、目をそらしたりはいたしません。本当に、あなたは強くなりましたね。では、お話ししましょう。あなたの生い立ちの秘密を。はい。まず、あなたが実は女の子なのに男子と偽って育てられたのは、あなたに月の聖母としての資質があったからです。月の聖母となれるのは特定の資質を持った女性のみです。そしてその資質を見分けるのは白き月、すなわち白き月が適格者を選び出すのです。はい、ちょうど紋章機とエンジェル隊のパイロットの関係のようなものだと思ってください。そして月の聖母となったものの生体データは白き月の重要なシステムの認証コードとして記録されます。あの自動工場のように一般には存在を明かしていないシステムは月の聖母となったものだけにしか管理できません。逆に言えば、資質と一定の知識を兼ね備えているものは月の聖母本人でなくとも白き月をある程度コントロールできるのです。そうです。この事実が外部に漏れたら、きっとシバの力を悪用しようとする者が現れるに違いありません。そう判断し、あなたの本当の性別は公には伏せられていたのです。しかし秘密はどこからか流れ出すもの。エオニアがシバを追っていた理由も、おそらくこのことを知っていたからでしょう。私にそんな力が。そう言われてみれば、今まで皇族から月の聖母が選ばれたという話は聞いたことがありませんが。それは。シバ、あなたに月の聖母の資質があるのは、私の資質を受け継いでいるからです。それは、どういう意味ですか？あなたの本当の母親は、この私です。シャトヤーン様が、私の？そうです。あなたは、私とジェラール陛下の間に生まれた子です。11年前、ジェラール陛下は、お戯れで、この私をお望みになったのです。私は、陛下と一夜を共にし、そうして生まれたのがあなたです。そんなことって。だからといって、どうして今まで隠しておられたのですか？ごめんなさい、シヴァ。今さら謝られても。シヴァ、私は今までずっと耐えてきました。母の顔も知らないこと、父上であるジェラール陛下からも遠ざけられていること、誰からも忘れ去られ、ただ一人この白き月で生きてゆかねばならないのだと、そう思っていました。今回の反乱が起きてからは、女であることを一生隠し通して皇后のふりをしなくてはと決意してもいました。でも今はもう何もわからない。自分がただ父上の戯れで生まれた子だったなんて、本当に誰からも望まれていなかったなんて。私は一体どうしたらいいのですか。これでは何のために生きているのかさえ。いいえシヴァ、あなたは誰からも望まれなかったわけではありません、決して。あなたをこの身に宿した時、事情を知る誰もが産むことに反対しました。でも私はどうしても産みたかった。自分のわがままを押し通したの。私に宿った小さな命、あなたをこの世に送り出してあげたかった。世界中の誰が反対しようと、私はあなたを望んだ。それだけは本当よ、シヴァ。シャトヤーン様。でも結局はあなたを苦しめるだけだった。許してとは言わないわ。全ては私のわがままのせいなのだから。いいえ、もういいのです。私の命を望んでくれた人がいる。あなたが産んでくださったから、私は今ここにいる。それだけで私は生きていてよかったと、心からそう思います。ありがとうございます、母上。今、母と。母上、シヴァ。私はずっとシャトヤーン様を母のように思い、お慕いしておりました。そのあなたが本当の母上だったなんて、これほど嬉しいことはありません。母と呼んでくれるのですか、この私を。はい、母上。シヴァ、私のシヴァ、私の可愛いただ一人の娘。ずっと夢見ていました。こうして母親にしがみついてぬくもりを感じたいと。私もよ、本当は一人の母としてあなたを抱きしめてあげたかったの。母上、ロキツキを離れた時はもう二度と会えないのではないかと思ってとても悲しかった。私もよ。あなたが無事でいてほしいとずっとそれだけを願っていたわ。今その願いは叶いました。この上私が望むことがあるとすればそれはただ一つだけ。シヴァ、自由に生きなさい。あなたの思うように生きて、あなた自身の幸せを手に入れなさい。はい、母上。タクト、私だ。入ってもよいか？いや、それはもう済んだ。母上と今後のことについて話し合ってきた。私はまだ幼い。外の世界もよく知らぬし、自らの生き方を決めるだけの知識も経験も足りぬ。だから少なくとも今しばらくはこの白き月にとどまろうと思う。もちろん今まで通りにはしない。必要があればその都度本性に出向くだろうし、世界のことをもっと広く知るつもりだ。そこでタクト、そなたに頼みたいことがある。いずれ私が今よりもっと成長したら白き月を出る時が来るかもしれぬ。その時はタクトに力を貸してもらえると、個人的には嬉しい。ダメだろうか？引き受けてくれるか？ありがとう、タクト。それでこそ私の大好きなタクトだ。知らなかったのか？私はそなたのことが好きだったんだぞ。そんな顔をするな。そなたには私よりももっと大切なものがあるのだろう。出したおかげで未練はなくなった。あとはそなたの番だぞ、タクト。そなたの思うようにことをなすがよい。それが私の望むことでもあるのだから。良い返事だ。これで私も安心できる。では私はそろそろ戻るとしよう。もう時間も遅いことだしな。タクト、明日の戦い、決して死んではならぬぞ。必ず勝て。母上と共に白き月からそなたたちの戦いを見守っているぞ。こんばんは。あら、こんばんは、マイアズシレ。どうしたの、こんな時間に。気が高ぶっているんじゃない？よかったら精神安定剤を処方してあげましょうか。医療機器の点検をしていました。戦闘が始まったら必要になるでしょうから。それはマイヤーズ司令の指揮次第ってとこね。本当にナイーブな人は自分からそんなことを言わないと思うけど。私もそう思います。ですがだからこそタクトさんには信用するに足るものがあるのだと思います。いきなりどうしたのバニラ。いえ、明日はよろしくお願いしますタクトさん。やはりタクトさんには見習うべき点が多くあります。だけどバニラ、司令の神経がずぶといところだけ見習ったらダメよ。冗談よ。バニラの言ってること、私もわかるような気がするわ。これまでにもタクトさんからいろいろと教えられました。明日の戦いきっと勝つわよねマイヤーズ司令。なんだタクトか。どうしたの？なんかうずうずしちゃってね。こんな時はヘトヘトになるまで体を動かしてから寝るに限るのよ。まあね、難しいこと考えるのは私の柄じゃないし、今は明日勝つことだけを考えようと思うの。いろいろ考えるのはそれからでもいいわ。そう思わない？うん、そうよね。明日は絶対勝つわよ。もうトレーニングに付き合わない？運動すればスカッとするわよ。ちょうど私も練習台が欲しかったの。ん？なんか言った？ありませんか。よろしければこちらでご一緒いたしません？はい。なんだか目が冴えてしまって。エンジェル隊に配属された時にはこんなことになるなんて思ってもいませんでした。ですがこれはこれで大変興味深いことだと思っていますの。だってこの戦いは広告の命運をかけたものであると同時に、数百年もの時間に連なる2つのロストテクノロジーの決戦でもあるのでしょう。自分の悩みや世俗のごたごたもこのスケールの前ではかすんで見えますわ。自分がこれほどの大事件の当事者となるなんて考えただけでワクワクしてきますわ。そうですか。それは良かったですわ。あとはこれをハッピーエンドにできれば言うことなしですわね。はい、明日はお互い頑張りましょう。ああ、タクトか。なんか用かい？あんたもかい。私も明日で全ての決着がつくと思うと、なんだか興奮しちまってね。無性にぶっ放したくなって、さっきからこうしてるのさ。ああ、明日で全てが終わる。どんな結果が待っているにせよ。勝てるよね、私たちはさ。タクト。そうだね。私たちは勝てる。絶対に勝つ。私としたことがちょっとナーバスになってたのかもしれないね。このフォルテ様がタクトに励まされるとはね。いや、そんだけあんたが成長したんだと思うとかえって嬉しいよ。そいつはよかった。それじゃお互い、明日は頑張ろうや。あ、マイヤーズ司令、どうしたんですか？こんな時間に。はい。紋章機とエルシオールの改装を、シャトヤーン様にばかりお任せしておくのは申し訳ないですし。それに、実際の戦いが始まるまでが、私たち整備班の戦いのようなものですから。そうしたくてしていることですから、ご心配なく。あはは、言われてみればそうですね。でも、月の巫女としても、今までにない充実感を味わっているんですよ。やはり、動揺しなかったといえば嘘になります。存在自体にも、そのことを知らされていなかったことにも。ですが、こう思うことにしたんです。この兵器工場の存在を知らなかったのは、本当はいいことなんじゃないかって。昔の人たちはこの白き月を兵器工場に、そう、あの黒き月のようにしようと思えばできたわけですよね。でもそうはしなかった。それは当時の人々の、人間の理性の賜物だと思います。そうして危険なロストテクノロジーを白き月の奥底にしまい込んで、存在すら忘れ去られるほどの長い年月にわたって秘密を守り続けた。その理性を私たち現代の月の巫女たちも知らず知らずのうちに受け継いでいる。そう考えるのはうぬぼれすぎでしょうか。ありがとうございます。この戦いが終わったら白き月はまた平和のシンボルに戻る。いえ、戻すべきだと思います。そしてこれから先の未来もロストテクノロジーを平和のために、人々のために使っていく、それが私たちに課せられた使命だと思います。ですから明日の決戦はトランスバール公国の将来を左右するという以上に重大な意味を持つと思っています。自分たちが長年受け継いできた考えが正しかったのか、それとも間違っていたのか、その答えが明日の戦いで出るわけですから、その現場に立ち会える私たちは幸せだと思っています。司令、ちょっと静かに。副司令がそこの椅子で。ん？なんだ、タクトか。そうだな、確かに今日はいつになく疲れた。シャトヤーン様にお会いしてお前からの口づてで白き月の秘密まで知らされて、それからこの秘密工場でエルシオールの突貫大改装ときた。こんなのめったに体験できるもんじゃない。お前の図太さと一緒にするな。ま、そんなお前だからこそ今までやってこれたんだろうけどな。一生経験できないようなことが次々と起こって、お前の副官やっててよかったよ。さて、どうかな。そんじゃ、俺はお先に。マイヤーズ司令もお休みにならないんですか？はい、そうさせてもらいます。クールダラス副司令と同じで、私たちも今日はいろいろ考えさせられることが多くて。はい、少し、いえ、かなりショックでした。白き月って何なんだろう、ロストテクノロジーって何なんだろう、ずっとそんなことばかり考えていました。それに私たちがしていたロストテクノロジーの研究は兵器の研究だったのかもしれない。そう思うとやるせなくなって。だけど考えて考えて、ココと2人で話し合っているうちに、なんとなく答えが見えたような気がします。シャトヤーン様がおっしゃったそうですね。この兵器工場は白き月を発見した人たちによって閉鎖されたと。それと同じだと思うんです、私たちがこれからすることも。ロストテクノロジーの中には確かに危険なものもあります。でもそれは使う人次第だと思うんです。エオニア軍を倒して平和が戻ってくれば、ロストテクノロジーの兵器は必要なくなるわけじゃないですか。それに平和になれば人の心も穏やかになります。そうすればロストテクノロジーを兵器として使おうとする人も減ると思います。兵器となりうる技術も使い方によっては生活を豊かにする技術にできるかもしれません。私たちは平和を守るためにロストテクノロジーを研究し使っていこうと思うんです。頑張ります。そのためには明日は絶対に勝たないと。頑張りましょう、マイアーズ司令。それでは私たちもこれで。あ、タクトさん。あ、はい。なんだか眠れなくて。明日なんですよね。とうとう。勝てるんでしょうか、私たち。私がいると心配しなくていいんですか？え？タクトさん。でも、それは部下としてなんですね。そうですよね。私はエンジェル隊の一員で、タクトさんはその司令官ですもんね。タクトさんと私は司令官と部下。そうよね。それだけなのよね。私、帰ります。おやすみなさい。エオニア軍、引き続き接近中。あと10分で戦闘宙域に入ります。来たか。これが最後の戦いだな。総員、第一戦闘配備、最終チェックを急げ。シャトヤーン様の話だと、これがエルシオールの本来の姿だそうだな。浮かれるのはいいが、それに飲まれるなよ。これはおもちゃじゃない、立派な兵器だ。それを理解せずにむやみやたらとぶっ放すようなら、お前もエオニアと同じになっちまうぞ。それが思いのほか調整に手間取っています。出力が上がらなくて、発射に必要なエネルギーが充填されるにはまだ。なんだと、せっかく取り付けたのに肝心の時に発射できなかったらシャレにならねえぞ。現在、整備班を総動員して調整に当たっています。もう少し時間をください。まったく厄介な代物だな。400年以上眠っている間に錆びついたんじゃないのか。と思ったんだが、ひょっとしてクロノブレイクキャノンも紋章機のように使用者の意思が関係するのか。つまりだ、エネルギーチャージが進まない原因は、タクト、お前の気合が足りてないからなんじゃないのか。とりあえず試しにもっと気合い入れてみろ。黒のブレイクキャノンが打てなくてもいいのか。エオニア軍、まもなく戦闘宙域に入ります。司令も副司令もふざけてないで、ちゃんと指揮してください。はい。了解。敵艦隊の編成は大型戦闘母艦、装甲ミサイル艦、高速突撃艦、例の大型戦闘機エルハウンズ隊の紋章機もどきだ。さらにレーダーが大型艦の存在を捉えている。間違いない、エオニアの旗艦だ。もう一度作戦内容を確認するか。